遺伝子遺伝子はほとんどの生物において DNA を単体とし、その塩基配列に行動される遺伝情報である。ただし、RNA ウイルスでは RNA 配列に行動されている。分子生物学における最強義の遺伝子は、タンパク質の一次構造に対応する転写産物、mRNA の情報を含む拡散分子上の特定の領域イコール。 構造遺伝子、シストロンを指す。転写因子結合部位として、転写産物の転写時期と生産量を制御する、プロモーターやエンハンサーなどの隣接した転写調節領域を遺伝子に含める場合もある、オペロン。ちなみに、五感が似る調節遺伝子とは、蒸気の転写因子のタンパク質を高度した劣気とした構造遺伝子である。しかし、転写産物そのものが機能を持ち、 タンパク質に翻訳されない、転移 RNA、トレナやリボソーム RNA が、機能性、ノンコーディング RNA に対応する遺伝情報が、タンパク質構造を遺伝子と同程度の数を持つことが報告され、競技の遺伝子に含められるようになっている。近年、科学就職や編集による DNA の持つ情報の変更が発見されて、DNA 上の領域という定義は、 古典的な意味での遺伝子の範疇には収まらなくなりつつある。古典的な遺伝子の定義はゲノムもしくは染色体の特定の位置に占める遺伝の単位遺伝子座であり構造は変化しないと考えられていた。しかし突然変異やトランスポーゾン、可動性遺伝子の発見、抗体酸性細胞で多種の抗体を作り出すための 遺伝子再編成の発見などから分子生物学的実験対象としての遺伝子の概念はたびたび収むを余儀なくされた。他にも遺伝子増幅、染色体削減といったダイナミックな変化や、二つの遺伝子の転写産物がつなぎ合わされるトランススプライシングのように遺伝子の概念を広げる現象もある。また同じ生物学内でも進化論や集団遺伝学、 進化ゲーム理論での議論で用いられる遺伝子という単語は、蒸気の構造遺伝子や DNA 上の領域あるいは遺伝子座とは、相当に異なる概念を内包しており、混同してはならない。例、リチャード・ドーキンスの著書表題、ザ・セルフィッシュ寺院、利己的な遺伝子。こちらは、自然選択あるいは遺伝的不動の対象として、集団中で世代をまたいで頻度を化けさせうる、情報単位である。 メンデル遺伝的な面を持つもののほか、表現型に算術平均的影響を与える、量的形質遺伝子、遺伝情報の突然変異や組み換えに対応する、無限対立遺伝子モデルなど、理論的でありながら、植物的な分子生物学の側面を包含した考え方である。これを模倣し、文化進化の文脈で用いられるミームは、集団遺伝学における遺伝子のアナロジーである。 遺伝子という言葉は遺伝する因子としての本来の意味を超えて遺伝子産物の機能までを含んで用いられる場合があり混乱を誘発している。後者の典型例としては遺伝子内遺伝子を使った遺伝子治療などが挙げられる。さらに遺伝子や DNA という言葉は科学的、神秘的といったイメージが先行し一般社会において 生物学的定義から離れた、用いられ方がされていることが多い。それらの大半は通俗的な遺伝感を言い換えたものに、過ぎない。一般雑誌などでは、疑似科学的な用法もしばしば見受けられる。遺伝子は DNA が複製されることによって、次世代へと受け継がれる。複製は、DNA の二重螺旋が解かれて、それぞれの分子差に相互的な鎖が申請されることで、行われる。 本質的には、情報でしかない遺伝子が機能するためには発言される、必要がある。発言は、一般に転写と翻訳の過程を経て、遺伝情報、イコール DNA の塩基配列がタンパク質などに変換される過程である。こうしてできた、タンパク質がある場合は直接特定の生体内化学反応に寄与して、化学並行などに変化をもたらすようになり、ある場合は、 他の遺伝子の発現に影響を与え、その結果形質が表現型として現れてくる。転写は DNA から RNA、MRNA やナなど、に情報が映し取られる現象であり、翻訳は MRNA の情報をもとにタンパク質が合成される過程である。この過程はセントラルドグマとも呼ばれる。遺伝子発現に関する多くの知見は、 深核生物ではなく細菌である大腸菌をモデル生物とした実験から得られてきた。核内では様々な DNA 結合特異性を持った転写調節因子の転写調節領域への結合や DNA のメチル化状態などで遺伝子の活性が制御されている。DNA から RNA ポリメラーゼによって RNA へと転写された転写産物は mRNA 線具体と呼ばれる。これが5末端へのキャップ構造の負荷やスプライシング、3末端の切断、ポリエーサの負荷といった作用を受けて mRNA となる。mRNA は転写の場である核から核膜甲を通過し細胞室へ運ばれる。細胞室ではキャップ構造を認識するタンパク質や翻訳開始因子との作用によりリボソームが mRNA に結合する。リボソーム上では、コドンに対応したアンチコドンを持ったアミノアシルトレナが A サトに結合することで、塩基配列からアミノ酸配列への遺伝情報の翻訳が行われる。P サイトに結合しているペプチジルトレナから、アミノ酸が連なったポリペプチドが A サイトのトレナに付加され、これが P サイトに移動することが繰り返される。 翻訳されたアミノ酸配列は、その一次構造に依存した立体構造を持つタンパク質へと折りたたまれる。タンパク質の機能はその立体構造によって規定されており、正常な構造を持つタンパク質がさらに倒査のリン酸化といった翻訳後の就職を受けて最終的な遺伝子産物となることもある。一般に遺伝子研究とは遺伝学、分子生物学、 ゲノミクスなどの研究を指す。集団遺伝学や深海遺伝学は含めないことが多い。遺伝子研究はメンデル・モーガンの古典遺伝学に始まった。古典遺伝学における遺伝子研究はメンデルの行ったような考察事件と表現型の観察を中心とし、遺伝子は遺伝情報を担う粒子の概念として扱われた。 分子生物学例名期では主に大腸菌やファージを用いて DNA を直接扱う形質転換実験や DNA 塩基配列からの遺伝子発現機構の解析などが行われた。現在では様々なモデル生物に研究対象が拡大している。これは遺伝子の実態がほとんど全生物において DNA であることによる DNA を扱えればいかなる生物でも 分子生物学的実験は行え。突然変異の表現型から遺伝子機能を推定する。性の遺伝学はマウスなどでは行いづらく、先に遺伝子を同定してから変異体を作成する逆遺伝学という手法が生まれた。逆遺伝学の先にゲノムプロジェクトがあり、様々な生物種で進行、または終了している。ゲノムプロジェクトによって遺伝子の数を有限に規定することができる。 DNA の構造決定とゲノムプロジェクトは遺伝子研究にパラダイムシフトをもたらした。シーケンシング、塩基配列の解析技術は2009年現在も飛躍的に進歩し続けており、高速かつ低コストにゲノム全体を網羅的に解析できるようになりつつある。単に塩基配列を知るというレベルではなく、個体差を比較したり、遺伝子の発現パターンを プロファイリングしたりといた、従来は困難と認識されてきた研究も現実的に可能となってきた。インビボにおける遺伝子の機能、すなわち遺伝子はどのように生物体で機能しているのかという問いへの答えが明らかになっつつある。遺伝子の機能を調べるにはいくつかのテクニックが必要である。生物体内、インビボにおける特定の遺伝子はいくつかのコピーが存在するものの、 その遺伝子が何を意味しているのか、発現するとどうなるのか、変異が起こればどうなるのかを調べることは困難である。したがって、その遺伝子のみを取り出して、遺伝子の特性を、生物体外、インビトロで調べる必要がある。それらの過程にはの3段階を経る。クローニングや発現の前には、サブクローニングや発現ベクターへの遺伝子の導入といったプロセスを経ることもある。 クローニングとは、遺伝子のクローンを作成する実験である。遺伝子のクローンを作成するには、ある程度の配列が分かっていることを前提に、現在2つの方法が実用化されている。遺伝子配列が分からない場合には、目的のタンパク質を対象生物内から生成し、タンパク質 N 末端配列を決定した後、ミックスプライマー、アミノ酸と、その遺伝暗号に対応する。 パターンすべてを含む数種のプライマー、詳しくは当該記事に手を用いてクローニングを行うことができる。上記いずれのケースにおいても単一の DNA 配列のみを増幅した、あるいは生成したのみではヌクレアーゼによって分解を受けてしまう。従って目的 DNA 配列をクローニングベクターに導入し、大腸菌を用いてベクターを増幅することを含めて、 クローニングという実験が完結する。最近は遺伝子に介在配列を持たないために DNA から遺伝子をクローニングすることが可能だが、真核生物の場合はイントロンを除いたエクソン部分のみを抽出する必要がある。これはスプライシング後の mRNA を生成し逆転者 PCR、RTPCR を行うことによってクローニングが可能となる。 シークエンシングとは DNA の塩基配列の並びを決定する実験を意味する。シークエンシングを行うには、やはりある程度の配列が判明している必要があるが、クローニングが可能であれば特に問題はない。シークエンシングにはかつてマクサム・ギルバート法が用いられていたが、現在はサンガー・クルソン法、ジデオ・キシヌクレオチドサ集結法の変法ある。 ダイターミネーターサイクルシークエンシング法が一般的である。2009年現在最も一般的に使われているシークエンシング技術では一つのプライマーから1200塩基待の配列が1回の実験で決定可能である。しかし次世代型シーケンサーと総称される高速解読装置が複数のメーカーから発表されており、これらを用いれば従来より はるかに大量の配列情報を短時間に得ることができる。例えば、アプライドバイオシステムズ社のソリッドシステムでは1回の解析で30億円期待の解読が可能という、タンパク質を用いた実験を行うには、という二通りの方法がある。生物内からタンパク質を生成するには、大量のサンプルが必要であり、タンパク質生成のテクニックが必要であるために、 一般的な技術とは言い難い。一方過剰発現系を用いれば、誰でも簡単に目的のタンパク質を大量に得ることができる。最も一般的な過剰発現系には、発現ベクター中の大腸菌のラック、Z プロモーター配列の下流に、クローニングした遺伝子を導入する方法がある。この方法では、イートグという物質を用いて、 レイスプロモーター下流の遺伝子を大腸菌内で発現させることができる。転写された mRNA は、その後、大腸菌のリボソームで翻訳され、大量にタンパク質を生産する。このようにして生産したタンパク質を用いて、酵素であれば、活性を測定したり、DNA 結合タンパクであれば、DNA 結合実験を行ったりとタンパク質の実験が可能である。 現在、ポストゲノムと言われる分野の主流は、この過剰発言系を用いたものである。しかしながら、大腸菌発言系では、多くの問題を抱えており、現在大腸菌以外にも多くの発言宿主が、開発されている細菌、細胞外交素作成型、柱種族を用いたもの、真核生物、出芽工房、動物細胞、人細胞などなど、以上のような方法と比較して、 要するコスト及び時間を低下させることが可能な小麦胚画を利用した無細胞タンパク質合成系という新たな方法も研究されている。遺伝子導入とは、上記に挙げた遺伝子の実験系を用いて、目的遺伝子の宿主でないた生物にクローニングしたベクターを導入し、その遺伝子が有効な形質を発現できるように仕向けることである。例えば、 特定の除草剤に対して耐性を持つような作物や、障害を防ぐ、糖タンパクを生産できる作物、アイスマイナスなどは、その一例である。しかしながら、導入したベクターが、花粉などを通じて拡散し、除草剤耐性を持っていなかった雑草にまでそうした、形質が導入される、危険性を指摘され、このような遺伝子組み換え実験は厳しく規制された、状況である。 遺伝子組み換え実験による物理的規制はというランクが付けられており、危険な遺伝子組み換え実験を行う場合にはそれ、相応の規制のランクの敷かれた実験室で行うように義務付けられている。なお、遺伝子組み換えの規制に関して、1975年、アメリカで開かれたアシロマ会議において、基本的なガイドラインが決められた。遺伝子組み換えによって誕生した生物の取り扱いに、 ついては、2003年、生物の多様性に関する条約として、カルタヘナ議定書が締結された。現在の遺伝子の概念はメンデルによって定義される。彼は、遠藤のいくつかの表現型に注目した、交雑実験を行い、表現形質が分離することを発見する、1865年、メンデルの法則。これを説明するために形質を伝えるインシュタル。 遺伝粒子を考え、これが現在の遺伝子の元となっている。それまで形質は液体のように混じり合っていくと考えられていた。しかし、長らくメンデルの法則は不評で、1900年に再発見されるまで理解されなかった。細胞学者たちは、減衰分裂の様子を観察し、体になった染色体が一つずつになり、接合後に 再び体を作るという染色体の挙動が遺伝子のそれと同じであることを発見した染色体説。症状場への突然変異を用いた遺伝学的実験によりそれが明らかにされた。染色体はタンパク質と拡散からできていることが明らかにされたが、当時はタンパク質が遺伝子の正体であると考えられていた。多数の種類があるタンパク質に比べ、 拡散はあまりにも多様性が低いと考えられていたためである。実際、100BP の DNA の情報量は約10の60乗4であるのに対し、100個のアミノ酸で構成されるタンパク質の情報量は10の130乗20イコール20と、はだ差が激しい。しかし、肺炎送球にやファージを用いた実験で DNA が 遺伝子の正体であることが実証され、そのすぐ後に DNA の構造が解明された。DNA の二重螺旋構造は遺伝子の性質と非常によく一致していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。